よいしょ。なんか可愛いのが入ってますね、うん、もう早速この中にも切り絵が入ってますね、はい、あ、そうだね、うん、社務所にて受けたまわります。ご参拝の後にお立ち寄りくださいませと。8時半から今もう10時です、はい、遅刻です。あ、獅子と狛犬がちゃんと分かれてる。うん。あちらさんが獅子ですね。俺両方とも狛犬だと思ってたの、ずっと。うん。コンピラ宮と同じく金って文字が振られてますね。旅の安全を。お祈りして、じゃあちょっと次行きますよ。いつもありがとうございます。うん、行きましょう。うん、おはようございます。こじんまりした神社さんですけど、いい神社さんですね。じゃあ、はい。うん、切り絵のだけでいいよ、別にあれば。いいですね。桜さんが非常に綺麗に咲いております。角が生えてるのが獅子さんですね。あっちが狛犬さんですね。桜が綺麗でございます。お、寒いな。気温はただいま9度だそうですね、室。よいしょ。みこし殿。金色のおみこしがあるんですね。今日帯広神社も行けたら行きたいな。
はい、ということで、根室の琴平神社でした。